せよ赤虫バチェスティーよいしょ。さあやってきました、ブタチマくんなどと書いてありますね。しかし麺屋鈴春とも書いてある。一体どういうことなんでしょうか、うん、こちらあの本郷三丁目駅から、うん、3分のくらいありまして、うん、麺屋一刀という名店 の、 マスター の、 出資のお店でございまして、うん、鶏の、ね、ラーメン出してるんですが、見たことあるな、ね、金曜日だけですね、おにゃがらな二郎系メニューだけのお店となるということでね、うん、欲望が欲望の効果音がねえ、こう右手にね、お金を入れるシステムなんで、ね、いっぱいお金入れてくださいね。ここです。はい、こちらラーメン汁なし豚島味噌と、うん、まあ、ございます。まあ基本メニューというか金曜日だけのメニューをここは今回載せてますね。うん、なるほど。鈴春さんの方ではもう、うん、すごく質の高い醤油ラーメンなのが人気でございますね。で僕はですね、うん、今回豚島味噌を選んだんですね。味噌。なんで味噌を選んだかっていうと、うん、ちょっといろいろと理由がありまして、うん、後ほど紹介しますよということで、こんなものが長いよりまあ味が長いという感想をいただきましたが、うん、野菜マシマシ、肉マシマシと生姜、うん、チャーシュー2枚購入、うん、で味付け油もまあ横にございます、うん、へい、で油のコール自体がないんですね、うん、なのでこの油を買わない場合は一切入らないという、なるほど、結構珍しい状況、うん、になってますね、うん、でですね、はい、豚がこれもともと1枚乗ってて、うん、プラスしてこのデカさなんだけど、うん、こう上のね、うん、こうそぼろ、あ、これがね、かき回しますよ、うんうん、はい、これと味噌と生姜が味噌ラーメンにめっちゃ合うだろうなと思って、うん、なるほどね、あえて醤油ではなく今回味噌にしてました。トータルで考えてみたんですね。そう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 、うん、ということでいただいちゃいます。さあこの豚さんからです、うん、ご覧の通りバラ肉ですね、うん、いい色く肉肉しいです、うん、肉い肉しではございませんね。これギュッチなんですけども、はい、パサではない、なるほど、ジューシーさが溢れてくる、うん、ギュッチ豚でございます、うんうん、で噛み応えあって脂身の部分はほろっとしている感じですね、うん、厚さ十分にあるんでね、これ購入する際はですよ、うん、麺量とちょっとね、うん、バランスを考えながら買った方がいいと思います、まあ、1枚とはいえね結構でかいもん、ね、そうなんですよ、デフォルトだけでもまあいいんじゃないかなと思います、うん、へい、でとりあえずですね、この野菜の上の鶏そぼろ、うん、これがまたうまいんすね。なるほど。そぼろのね丼物もあるんで、うんうん、僕は麺量少なめしてそっち頼んでもいいと思います。なるほど、それぐらい美味しかったですから、はい、甘くて、はい、で野菜をこの別皿油に入れて食べて、うん、いきますが、キャベツが一切入りません、うん、なるほど、もやしのみです、うん、はい、もやしどうしますかって聞かれます。あ、野菜じゃなくて、野菜じゃなくもやしと呼びます。はい、味付け油ね、優しい甘みがある、うん、で、しょっぱくなくですね、うん、肉の破片がちょっと入ってるんですね。なのでちょっとお得感もあります。なるほど、はい、で油と野菜たっぷり絡めますが、うん、序盤の楽しみはこれじゃないですか、やっぱり、うん、麺に到達する前は。なるほど、野菜とそぼろと、そう、食べ進めてみてください。卓上開始ここでいきますよ、はい、いた、うん、あ、3.9、 さっきこの辺多いですね。あ、そうっすね、この辺の数値4まではいかないよという感じですね。で、カラメコールがもともとはありません、うんうん、なので最初の方はもうね、こうマシマシにした場合これずっともです。ずっとも、はい、卓上開始とずっともで中まではやってください。あ、ずっともではないですね。じゃあね、途中までとか言っちゃったらね、うん、寂しい話だな、寂しい話だそれは150、200、300、400と、うん、まあ、ミニというのがもともとあるのがいいね、うん、はい、で、うん、野菜がすごいんで、うん、うまく天地返しが決まりません、うん、麺をひっくり返したかと思ったらそれ全部野菜をごそっと取ってたという野菜だけ回転したっていう。そうですね、平打ちなね、幅広なちょっと麺でして、なるほど、ストレート気味かな、うん、ややウェーブ、もうほんとかすかにウェーブするぐらいのストレートより、はい、でちょっとデロデロ寄りなんですね、うん、まあ、麺が長いんでね、うん、こう思いっきりすくっちゃうとあー、そんなに口の中入ってくるんだぐらいの、なるほどね、板橋の鶴屋さんぐらい長いです。なるほど、で油がこうやってデフォルト入ってないんでね、うん、さっぱりと麺がすすれるのがいいですね、うん、デフォ油が一切入ってない、ね、あー、確かに、そう、味噌と麺の組み合わせをシンプルに味わうことができるという真面目なコメントをします、はい、へい、いいですよ、真面目です。あ、一個は、はい、なるほど、もう生姜の話ですけど、はい、この生姜と味噌、うん、
上手にね、こう、うん、投資してくれるのが美味しいですね、うん、あ、味噌ですね。これは味噌、黄金の、うん、ね、味噌という感じですね、うん、いい香りもします、ね、超絶ね、実はこれ濃いわけじゃないんですね、うん、ややマイルドな、マイルドな味噌、うん、マイルド味噌です、で、やっぱもやしとの組み合わせの良さですよね。やっぱね、もやし味噌っていうカップ麺あるぐらいだから。その通りです、うん、だから僕は序盤に全部いきなりあのもやしを食いにしたかった、ね、なるほどね、はい、で、このニンニクよ、うん、これですよね。で、生姜も入って、るんですけども、今すくったのはね、全部ニンニクだけです。よかったね、全部ニンニクだけです。へい、で、うん、辛い。あー、なるほど、辛ニンニクなんでね、あの後半僕みたいにこう溜めてからやると、うん、あの比率おかしくなるんで、うん、あの序盤から混ぜてもよしということですね。まあ、はい、マシ具合をね、マシ具合見て、ちなみにですよ、うん、生姜マシマシにしてないんですけども、うん、味噌生姜であればですよ、うん、急激に味変にならない、うん、だから尖った味噌にはなるという、うん、ことで、まあ生姜好きならマシマシにしても味噌の場合はいいかなという感じですね、うん、でですわ、汁なしがあるんで、うん、汁なしの場合のダイレクトニンニクもちょっと味わってもいいかなと。ダイレクトニンニク、すごい辛そうだもん、ね、飲む。あとこれなんだなんだ、すみません、苦しい。あら、珍しい。これね、苦しい。どうしました。今回は本当に、うん、豚の強烈度と、うん、野菜の盛り度、あ、そんな標高ないように見えたじゃないですか。いや、高く見えたよ、結構見えたか。長いっつったもんね、最初。あ、そっか、うん、すごかったです、はい、あ、やっぱすごかったんだ。ただ、スープ内に油溶け込んでなかったんでスムーズには食べられましたが、ね、ここで豚島くんファイナルです。もう終わっちゃったか。もう終わっちゃったんです、これでね。まあ、毎週金曜日またスタートしますけども、早めに豚の処理をしないと後がきつくなるよってね、ただ僕はしっかり食べたんですが、うん、ね、カロリー返済するのでカロリーはゼロになります、ね、統合ですから、統合ね、統合ですから、統合で5割のカロリー、うん、はい、え、はい。じゃあ健康じゃねえか。ということで、あっと、91.6 食いるカロリーを取ってしまいましたね、これは。ということで、豚島くんということでね、うん、僕はやっぱり牛島くん見てますもん、ね、あ、もう言ったよ。言うまいとしてたもん。はっきりと言いますけども、はい、まあね、別に関係はない、まあ、関係はないことですね。ちょっと似てる名前だけどね、うん、なんか、わー、なんかどっかで見たかと思ったけど、うん、ちょっと連想しちゃっただけなんで、うん、はい、読んでない方、にぎにぎって一体何なのか、もうにぎにぎとしか言えるから。おにぎりじゃないですから、うん、おにぎりじゃないんでね。パスタだったら、パスタかインスタントラーメンをさ、はいはい、ミートくんがさ、あ、生で食ってるのがもう本当に、あれしょ、水かなんかかけたんじゃない？水かけてたかな、なんかバリバリ言ってた、布団にくるまりながらさ、生活保護を受けててなんとかっつって、 あれ辛かったね。 あそこですか。あ、じゃあもう一個いいっすか。あ、いいの。なんか田舎から出てきて、うん、その体を売るお仕事をしてた女の子が、うん、男の子が怖くて、うん、俺こいつのこと守るから、うん、絶対悲しませたくねえんだみたいなことがあって、で、今日なんかうまいもん食わせてやるよ、うん、何食いたい、うん、じゃあその女が甘いパン、甘いパン。甘いパンもっとあるだろみたいな、なんか言いそうだけどみたいな、そういう心理描写うまいんで、そうね、あの人本当に。一方で僕はちょっとカロリー描写をですね、カロリー描写を上手に表現できたらいいなと思っておりますけど、マシマシ君編、マシマシ君編はね、今回、いかがだったでしょうか。といったところでね、金曜日限定、うん、豚島君でございます。ごちそうさま。Thank you.